皆さんこんにちは、レックス日光社の根本です。ここではレックが3月に行うフォロー講義などを紹介しようと思います。今年の試験もう近づいてきました。3月、皆さんにいろんな情報提供をしようと思っています。まずはこちらに載っている一番上の部分です。どうなる今年の本試験、例年行っている択一期日予想、またこれから直前期の学習法などを説明するガイダンスです。こちらの方は3月21日にエルタワー本校およびレックの各本校 YouTube ライブ配信を行う予定です。担当はこちらにいる3人になります。択一の予想は私根本が、期日の予想は赤松講師が、そして学習方法については森山講師の方が行っていきます。直前学習、絶対に有益になる情報が出てます。ぜひ一回見てやってください。またこちらのガイダンス、こちら東京だけでなく他の本校でも実施します。3月11日梅田駅前本校で私と赤松講師、3月18日には名古屋本校で私と伊藤先生の方で行っていきます。ぜひお近くの方いらしてください。このガイダンス、もちろん内容もそうですが、その前後のところで受講相談、学習計画の相談、そういった時間も設ける予定です。ぜひ直前学習なんか悩み等があればぜひいらして相談に来てください。他にもいろいろ予定をしております。こちら根本の独り言、こちらは私が直前期の学習の仕方等を説明しながら、受講生の方から YouTube のライブチャットでご質問を受け、そのライブチャットに対して答えていくということをやっています。もうリアルに考えていること、愚痴などをぜひ投稿してください。次、直前期どんな学習がいいんだろうと、そういった学習計画、そういった学習計画を提示するガイダンスも今予定しています。はい、また一番下、直前期必ず書く勉強法と暗記法、暗記の本を作られている森山先生の方から、直前期どんな勉強が効くのか、どうすれば暗記できるのか、そういったことを触れていくガイダンスも予定しています。まずこちらが3月の予定です。4月、5月、6月、いろんな形で皆さんをフォローしていきます。最後まで一緒にやっていきましょう。こちらの動画の方は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。